お疲れ様です。ラットです。負け作4日目やっていきたいと思います。さあ、ということでやっていくんですけども、前回ねベビードラをゲットしましたと、いうことでベビードラをデッキに入れようかなと思うんですけども、まあやりぐらいいらないかな。でこのねセールがね無料3000マーケット、おいしい、頼む、おい、スケベデッキ入れる。さあ、スケベを手に入れてデッキに入れたいんですけど、意外といらない可能性もちょっとあるな。なんならベビドラもいらないぐらい。あのね、デッキのコストが重くなるのが嫌なんですよね。まあでも、ゴブオリはスケブにしてもいいかもね、レベル的に。よし、これでいくか。で、コメントでね、ちゃっちゃタワーレベル4にして、パス解放すればいいんじゃないってコメントがすごいあったんですけど、まあ今シーズンも残り2日だし、まあ2日のために課金するのは、さすがに僕のね、ドケチ本能がちょっと出ちゃうんで、まあ我慢でいいかなっていうので、はい、これで我慢していきます。まああんまクラウンも稼げないんでね。さあ、ってことで、早速600目指していきましょう。さあ、タオルビッチなんだけど、怖い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 。ガチで怖いって。ガチで怖くない？タオルビッチはだって俺よりもすごい。言ったら格上みたいな。実力で言うと。そんなことないだから。いや、怖っ。いや、まさかって言ってるもんね。タワーレベル一度やってんのかな。いや、これマスクさ、これ飛ぶんだよね。いや、ずるやんっていう話。俺が格上になってる。え、やっぱ出た。あの、いえ、タワーレベル一度の人と当たった。やべえ、これ。そういうことだよね。で、ユニレベ一度っていうのタワーレベル一度。全ユニット初期のまま。イニレベ上げれないやつ。いや、さすがにこれは、こういうこと？普段、俺らがされてるやつ。うわ、これ負けねえわ。ああユニレベ暴力えぐ。キモいね、これ。これはさすがに、やばいね、このユニレベの差。さあ、まあ僕からしたらすごい美味しいと。まあ、次はね、どんな相手が来んのかなと、さあ、タワーレベ4。まあ普通かなと。いやもうね、負け作動画撮るのがね、すごい楽しみなんですけど、もう恐怖なのよ。そう。もう負けるのが怖くてさ。そう、楽しみなんだけどね。今日はどんぐらい勝てるかなとか、どんな相手が来るかなってすごい楽しみなんだけど、もうね、嫌だよね。負けるかもしれないから撮りたくないっていう思いもあんの。複雑だよね。さあ、バルキリーミニペアーチャー。まあ、よくあるチンパン編成じゃないでしょうか。まあ、ベビドラなぁ。まあ、レベル6だから使ってるけど、ぶっちゃけやりゴブの方が回転早くていいみたいなところはね、ちょっとだけあるんだけどね。さあ、檻。いや、檻レベル5いいな。檻のレベル高いなら俺も使いたいんだけどね。枠がないね。マジ、バルーンとか来たら普通に困るぐらい。対空が弱すぎる。さあ、マスケから入って、カズチ組んでいこうか。いやー、まあ、なんか言うて、ユニレベさんも、結構、その、宝箱開けたから、あんまないよね。結構、トントン。トントンは言い過ぎだけど、でも、ほんと、トントンぐらいの、差だから、なんか全然、ただただ普通のトラゲしてる感覚ね。さっきのがやばかっただけね。さっきの相手はガチでやばかったな。ユニレベさがね、えぐいね。もう一生引きたいわ。タレベチ。うん。楽して上がりて。強い相手引きたくねえかんな、マジで。しかもだんだん俺のことちょっと知ってそうだったしな。日本人だったのかな。ね。さあ。まあ、今回出てた相手は、まあ、普通にユニレベ5部っていう。それはそれでなんかやりにくいな。格上か攻めて格下で会ってくれ。5部って。一番負けれんやないかい。いやでも、なんか普通に俺と対等に戦ってくる。さて、お主やるな。お主強いな。で、スケブ持ってたん、いや待ってよ、これ。さてはガチで普通に強い。普通に強くね？ちょっと待って。なんで？逆に俺と同じユニレベってことは強いのか。なんかめっちゃ強くない？こういうもん。さあ、真ん中ベビで、マスクの時も取りながら、檻を壊していく。で、ミニペ追加。で、穴目を構える。ここまでは間違いなく俺がうまい。はず。
いや、だがしかし、いや、まじで、俺の相手なんか上手くね？こんなもんだっけ？本当に？さあ、もうだんだんアドが取れてきてますね。エリアとかね。普通の試合してるんだよね。ガチで。うん。さあ、スケブ持ってるけど、スケブってどうなんだろうな。いつ使うんだろう。ジャイとかか、相手が。使ってきた。いや、めっちゃいい受けすんや。いやー、マジで、え？こんなにさ、接戦なるっていうぐらいの、あー、でか、これ。もうベビ分浮いた。オリ分か。いやー、まあ、さすがに勝ったか。いや、でも、うまいよね。もう間違いなくこの時点でうまいもんね。これだってうまくないわけがないもん。うん。いやー、いいね、2周目じゃい。これがクラロの基本。オッケー、いい。いやー、さすがに。ジャイが止まんないよと。いやー、でもちょっとなんか、怖いわけじゃないけど、うまくね？クララのレベル上がってんの？みんな初期からこんな戦える？戦えないよね、普通。間違いなくサバコでしょうっていうね。さあ、600でも来たんちゃう？アリーナが上がると、セールが来る。頼む。バーバリアンボール。パルババ使いたいぐらいかな。さあ、セールは来ないと。まあ、次、1000でディガーとか、まあ、ウルトラがね、ゲットできんのか。いや、お願い。弱い相手来い。お願い。ガチで強そう。アラビア。いやー、怖いなー。てか、普通にタワーレベル5も怖いんだよね。マジで。さあ、お願い。いや、なんだか使った瞬間なんか来たりしないよね。何もユニット出してこないのマジで怖いし。タワーレベル5って結構やばいな。よく考えたら。うわガチで普通に怖い。うん、うわーえぐい。いや待って、ガチで笑えんかも今回。本当に笑えないよね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。俺もね、笑顔で動画撮りたいんだけどね、一旦笑顔なくします。いや、痛、待って、やばい。痛い。痛い。本当にやばい。これ、折りがないね。サタやばい。待って。ジャイやるよな。マスケワンパン。いや、これ、ベビドラいらなかったな。サタは。やばいよ、これ。待って、本気でやばい。いや、おいしい、おいしい、おいしい。ミビ頑張れ。お前、お前、働け。しっかり働け。殴れ。もっと殴れ。おい、いや、よくやったよ。本当に怖いって！ガチやばい。普通に戦っても勝てないよな。どうすれば。読みザップとか来ない。いや、怖え。いや、サイドちょっと変えながらね。マジで怖い。いやー、これさすがに行かなきゃ、ここ行かなきゃいつ行くのって話だよね。やめてー。いやー、めっちゃいいファイブ打ってくんじゃん。お前、クラロワ歴何年だよ。いやー、守りすぎたか、これ。いやー、このミニペヨ怖すぎる。一旦ダメージ追いついたんで、落ち着いて。いやー、勝てそうになってきたな。怖い怖い怖い、ガチで怖い。勝てそうになってきたとか言うと負けるかな。蓋して。
無理はしないでいいね。1256でしょ。いや、範囲でいい感じで。いや、ベビドラマジでナイス。お前ナイス。ガチでナイス。マジでかっこいいっちゃ働いてる。5取れてもいい。いや、待って。いや、めっちゃつめっちゃつガチ。ベビドラ、お前、外した方が良かったとか言ってごめんよ。君のおかげ。ベビドラナイス。いや、流れめっちゃいい。あ、スケフがいいね。相手、山目持ってないからさ。スケフで守れるっていう。いやー、でけー、怖えー、ほんとに怖かった。ガチで怖いのね。ユニレベ高いだけでこんなに怖いんだ。いやー、よかった。いや、マジでなんか負けそうじゃね俺そろそろ。なんかさ、こんなに危機感持ってやんないといけないっけ、クラロワって。いや、怖えー。さ、ババと大砲、まあ、どっちも使わないな。まあ、今だったら大砲の方が強いよね。いや、これやばいな。タワーレベル上げたいな。ユニレベル上げるか。まあ、あとは、なんかやっぱベビドラがワンチャンほんとやりてもいいな。回転早い方がな。安定すんだよな。どうなんだろうな。悩む。いや、一応上げとくか。マジでタワーレベル4にしとかないと、なんか負ける気がしてきたね。これタワーレベルが高いとさ、タワーレベル高い相手が当たるのかな。その辺がさ、俺何も分かってないからさ。さあ、来ました。タワーレベルこれで4です。OK。オッケー、魔法アイテムアンロック。いや、熱いね。で、あとはこのパスがね、解放されたんだ。これ普通に熱いね。いや、マジで熱い。え、ガチ熱くね。いや、熱い。これどこまでいけんだろう。いや、これ待てよ。これ頑張ればさ、いける、ここまで2日で。無理か。いや、でもガチで欲しいな、パスね。これ課金するか。あの、僕、ガチでドケチなんですけど、課金します。勝ちたいんで。さあ、ルール上ね、クララはパスとセールは買っていいので、よし、買いました。まだ2日しかないんですけど、できるだけ、マジで下まで行きたいですね。だから待って、この辺、全部。で、ここに宝箱あるので、さあ、開ける。え、俺今日バカ強くなってる？なんか気づいたら宝箱ゲットしてんだけど。さあ、来た、見て。ちょ、やばい、ガチやばい。ユニレベ暴走来た。え？急に強くなったわ。えぐ。ちょっと待って。こんな負けねえじゃん、俺。勝ち確です、皆さん。来ました。やべえ、これ。暴れすぎたか、もしかして。ね、強くなりすぎじゃない俺。そんなこともない。ファイボーぐらい、後々使えそうだし、あげとくと。さあ、来ました。デッキスロットアンロック、いらねえ。え、逆にこれで負けることある？急に世界が変わったっすね。うん、熱っ。行きましょうか。ガチで、さすがにこれは、もうなんかほんと昨日、おとといまでのが何だったんだっていうぐらい、バケモンになった気がします。いや、待って、ガチやばい。君がバケモンだった。間に合う？やばい。うわー、やべえ。ちょっと待って。いろいろとやばい。え？俺よりバケモン来たんだけど。いや、俺結構ユニレベ上がってるよ、今。うわー、普通になんか流れがやべえ、あと。いや、流れ、やべえのと、これえぐいね。俺ユニレベこれ上げてさ、もうなんなら俺がこのトロ隊のトップにいる気分だったんですけど、なんなら俺よりも普通にレベル高い。まあいいぐらいなのか。やばいね、高いユニレベみんな。さあ、アーチャー6、2個解けないのか。アーチャー辛いね。最初の8枚ビビリすらきつい。さあ、マスケスケ。いやー、なんか檻入れるかやっぱ悩むね。なんかベビドラがさ、絶妙にね、活躍しないんだよね。うん。さあ。いやー、でかい。いや、めっちゃベビドラ活躍しそう。やつ。いやー、でもこれはもうね、自信入ってんのかな、あれ。いやー、熱い。いやー、これババいないんでしょ。行って、プリンスもいないんで、ミニプも行って、オッケー、熱い。アーチャーぐらいしかない。いやー、なめだっ構えて。あ、OKOK。いや、まあ、ユニレベ高いとはいえ。とはいえ、俺もそこそこに高い。さあ。フィーバータイムね。スケブが強すぎて、OK。ふぅ。いや、ちょっと怖いね。でもやっぱり本当に。ジャイとか止めるのにね、檻いるかな。なんか墓石でもいい気がしてきたんだよね、スケブとか。まあ、悩んでステイか。やっぱユニレベ考えるの大事ですよね。
で宝箱もできるだけ開けていって、やだめレベル5。さて俺マジ強いっすね。これが普通なのか。だってみんなこんぐらいだもんね。デフォがこれだもん。さあ怖いが、まあ、バルーンだけちょっと怖いかなーっていう気はするよね。マスケベビーしかないからね。おお読み穴め、読んでもないか。飛んでくる。あー墓石壊せたの熱いね。タル強いんじゃない、レベル7だからね。3発ぐらい殴んねえかな。さあガゴレベル6、まあ、67なら全然。なんか来たね。隠れてるが隠れれてない。え待ってやばい、危ねえ。今釣れないかと思った。さあ下げながら、あースケブ、いやスケブが本当に強いから俺ザップ欲しいんだよね。そのザップまだ手に入んないからね。ちょっと怖いよねこれ。さっき穴埋め飛んできたからな、まあ、一応避けて。おお飛んでは来るね、当たんないけどね。いやさすがに負けはしなそうだなこれには。うーんガゴユネルベがトントンだからね、なんかあんま圧がないね、怖くないね。うん大事ユニレベ。やべ俺のジェイマスケ下手すぎてさ、うわこれやべえかな、普通にやった。まあでもマスケが入ってくれたのはよくて、あとなんならこれ別にヤナメも打たなくてもこの飛んでるベビが全部拾ってくれそう。いや熱い、いやマジで熱い。もうベビーが頑張ってる。さあ低めタルでターゲ取りしたいけど、いやベビーが思ったよりも頑張ってる。普通に怖いね。いやー読み穴めっちゃ飛んでくるね。まあ、さすがに互角だからねユニレベ。いやなんか今回に限っては意外とベビーがいい味出してんな、なんかね。さあこれ、いやーベビーお前先行だけはダメだって。スケブ高かったらタルしたいけどな、低めで来るかな、来そう。いやめえうまいうまいガチで。これさクララやってる人の動きしてんだよねマジで。うわ待ってやばい、待って俺ガチでやばいかも。しちゃった、本当にやばい。いやガチで怖。クラロってこんな怖いゲームだっけ。いやーいいやなめ、よしよしよし。えうまいよねこれ、だって普通こんなにうまくないよね。でやなめがまたあの空振るすないで。何回見たんだこれ、さっきからこれしか見てないね。いやーよかったよかった、耐えたっすね今。さっきのとこ耐えたらさすがに大丈夫そうだけど、なんかレベル上がってんな。負け作でレベル上がられるとちょっと嫌なんだけどね。普通に怖いね。いやはやなめが強え、ガチでズルやんっていう。オーケー、まあ、ちょっと怖かったね。ちょっと怖いのがいっぱいですね本当に。まあユニレベル上げてこれだからな、上げてなかったら俺多分終わってましたね本当に。うん、さあ金高、いやマスケ熱いで、セールも開けていくと、ジャイ7だ、熱っ。ジャイ暴走中、まあ、でもなんかちょっと気抜くと持ってかれそうになるっすね。さあタワーレベル6だ、初かなタワーレベル6でやるのは。うーんマジで気抜けないっすね本当に。なんかあれってカウンターがねユニレベ高いからえぐい。さあもうこれマスケミニペでライトニングとか持ってないもんね普通。いやマスケ8強っ、俺のミニペッカそんな解ける。おいゴブリンパーティー、ふふふふ。さあマスケが入ってく、いやでかこれマスケだって相手からしたら格ゲーだもんね。さあ下げてスケで OK。
いや、まあさすがに。さすがにね。いや、ほんとにね。格上来ると怖いけど。もうなんなら7ぐらいは慣れてきましたね。8を見ると、ちょっとヒヤヒヤしちゃうっすけど。7ぐらいならイージーと。うん。で無理に攻めず。いや、これ相打ち？え、7と8の相打ちなのにね。ぶつかってんの勝つんだ。とか、引き分けなんだね。いや、これ熱い。行ってもいい。で、一応スケブ用に。はい、ザップが欲しいよね、スケブ。あ、チレン、よ？これでも。いやー！ユニレベの差で。後出しミニペにやられていく先のね。最初にいたミニペなのに、かわいそうに。オーケーオーケーオーケー。いや、今日はね、いいよ。やっぱユニレベしっかりこう、上げていくの大事っすね。てか、トロン700で、このね、ユニレベって高いっすよ。僕だって去年やった時、絶対これ俺の方が上だったもん、ユニレベ。うん。さあ、頑張ってもらって、マスケが OP と。イエス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 。さすがに勝ったっすね、今日は。今日は負けません。プリンスもよくいるね。俺が手にしたいカードなんで。再命してあげて。いや、このマスケが一生やってる。で、マスケ行かれたらもう一回マスケ出してあげると。よしよし。こんなのもう、キング、ぶっぱワンパン。よっしゃー！あっちー！で、相手、ミニピとかでしょ？変えばるんかい？いやー、たまたますぎる。オッケー。オッケーオッケーオッケー。まあ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 。これが普通なんですよ。ほんとに。なんでさっきまでこう、ヒヤヒヤせなあかんねんちゅう。これが普通なんですよ。ほんとに。俺やで。な。オーケー。熱い。さあ、そして、毎回このね、報酬開けれるの熱いな。俺マジでこれ、ほんとにあと2日で、最後までいきます。さあ、ということで、今日はもうユニレベ仕上がりマンで、全然もう余裕でしたね。イージーでしたね。ちょっとこの流れで、はい、どんどん進めていきたいと思います。チャンネル登録、高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。